皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校6年生の算数、分数と整数の掛け算、割り算を考えようの5時間目の内容です。教科書とノートの用意はいいですか？それでは頑張って勉強していきましょう。はじめに前回の復習です。5分の4割る3は、分子はそのままで、分母に整数の3をかけて15分の4と求めることができましたね。それでは今日の問題です。6メートルの重さが5分の4キログラムの針金があります。この針金、1メートルの重さは何キログラムですか？一時停止をして式を考えてみましょう。皆さん、式は書けましたか？数直線で考えると、6メートルの時が5分の4キログラムなので、1メートルの時は5分の4を6で割れば求められますね。式は5分の4割る6になります。今までの方法で解けそうですね。解いてみましょう。皆さん何か気がつきましたか？そうですね。約分ができそうですね。それでは今日は分数割る整数の計算の仕方を工夫しましょう。約分は計算の最後でも途中でもできましたね。一時停止をして解いてみましょう。計算の仕方を確かめます。計算の最後に約分する方法は、このようになりますね。答えは15分の2です。計算の途中で約分する方法は、このようになりますね。答えはどちらも15分の2ですね。このように、計算の最後に約分する方法と、計算途中で約分する方法とあります。途中で約分すると、計算が簡単になりますね。今日の問題の答えは、15分の2キログラムになります。5分の4割る2のような、このような解き方ができた問題でも、今日学習した計算の仕方で解くことができます。今日の学習のまとめです。分子が割り切れても、割り切れなくても、分数割る整数は、この方法で計算することができます。それでは、練習問題です。一時停止をして、教科書36ページの練習問題4と5を解いてみましょう。4番の答え合わせをします。答えは対分数直しても正解です。次に5番の答え合わせをします。式は5分の12割る8ですね。答えは10分の3平方メートルです。振り返りの時間です。今日の学習で新しく分かったことや、便利だな、すごいなと思ったこと、次に考えてみたいと思ったことを書きましょう。これで分数と整数の掛け算、割り算を考えようの学習は終わりになります。皆さん頑張りましたね。これからの算数の学習も頑張りましょう。